60年ぶりのリニューアルが進む JR 新潟駅にオープンするココロ新潟。 JR 新潟駅の東改札口の目の前にあるココロ新潟のこちらのエリア、27日に先行してオープンします。2階イーストサイドと呼ばれるエリア、食料品や土産物を中心としたエリアで、県内初出店や県内菓子メーカーの新業態など59店舗が揃います。そのうちスーパーの成城石井はさらに先行して来週21日にオープンします。新潟に来た時にその新潟を感じてもらえるっていう役割かなと思ってますので、まず足元のお客様のが、便利になる、まあ、そういったところから、経済効果といいますか、こう商業としての効果が広がっていければなというふうには思ってます。買い物客も期待を寄せています。お店が増えた分、その子どものやつとかをなんかいろんな場所でこう買えたりするから便利です。学校帰りとかよく飲食店寄るので増えるのは嬉しいです。ココロ新潟2階イーストサイドは27日午前10時にオープン。さらに来月25日にグランドオープンとなり、合計170店舗が揃います。